新しい地方、アグアベルデ。ロードが終わんね。ここもしかしてもうムービー解放されてたかな？されてた。見てみよう。アグアベルデはもともと国立公園で、ボーマンが喋ってる。今はサンタブランカがビップをもてなす場所になってる。仕切ってるのは大物麻薬売人の息子カルジータ。政治家や裁判官、企業のトップを招いてはカルテルの金で遊ばせてる。何をすればいい？スウェーニョの取引相手の情報を探って。カルジータがゲストリストを持ってるはず。それで名前がわかる。わかった。取り掛かろう。ここも麻薬絡みだね。カルジータの情報がボーマンから来てる。さてちょっとムービー見てみよう。カルジータ、ハビエル・コロネル・バヤルド、長いからニックネームで呼びましょう。カルジータ、裕福な生まれのメキシコ人。これまでの功績といえば、生死だった頃に卵子までたどり着いたことぐらい。生死だった頃に卵子までたどり着いたことぐらい。ゴンサロ・コロネル・バヤルドがパパ、通信王で息子に何でも与えてきた。金、車、教育、ハーバードで BA、 ウォートンビジネスで MBA、 ファッションのためにオックスフォードで博士号を取得。今では自分のリゾートを経営してる。昔は国立公園だったけど、サンタブランカが高級リゾートに変えた。カルジータはコネを作るのが得意なの。リゾートを利用してサンタブランカと権力者をつないでる。経営者や政治家、裁判官、御令嬢、有名人も。これ誰だかわかるわよね。こないだ人種差別発言をしてリハビリ施設に入ったあの子よ。カルジータがカルテルにもたらしてるのはビジネスだけじゃない。とんでもない規模の不正よ。それを止めるのがあなたたちの仕事。コネを潰し不正を止めて。いや、ボーマンの皮肉がすごいな。人の功績といえば、生死だった頃に卵子までたどり着いたことぐらいって。なかなかの皮肉だね。この人坊ちゃんで、国立公園だったここをリゾート地にしたり、いろんな不正のお仕事やってるって。どこ行ってんだお前は。情報。ここも情報いくつか回収すれば消えると思うけど。うん。あ、なんか大爆発起きた。なんぞ。やつを戻して見せしめにしてやってもいい。二人目のターゲットだ。到着。つまりここにはどっかに高級リゾートがあるんだ。なんかもう見た目もすごいいい感じのリゾートだ。なんですでにドンパチ怒ってんだ。降りたら湧いてきた。ちょっと待って、偵察かけよう。脅迫したやつがいるな。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。あ、車乗っちゃった。いや、ほっとこう。オッケー。さて情報は、パソコン。アルゼンチンの知事が女に会いにリゾートを訪れた。録画してそれで脅迫しよう。これで他のビップ連中もまとめて追い払えるかもしれない。お、はい、開かなかった。これは横に入り口があるのに無理やり中に入ろうとする。そしてね、あの水上に浮かんでるあんとこに情報あった。本当に。しっかり捕まってろ。これスエーニョのテープだ、これ。あれ？それなら何人かいます。マルコ・クルスに、なんてどうですか？スケーターの顔の主演女優か。ドラマは見たことがある。美しい女だ。知り合いなのか？ポーカー好きなんです。トーナメントとかを開けば。有名人の友達と一緒に来てくれるかもしれない。それはいい、やってくれ。彼女とその友人たちはゲストの相手をしなくてもいい。わかったな。ええ、もちろんです。誰との会話だろう。さあ、水上に情報って、あ、これのことか。あの目の前のさ、見てるじゃん。なんかこれファイヤーしてるってことは何、こう石油でも歌って
あるのこれ。なんだろうね。じゃあ待ってこれ。あ、武器あるわ。あとこのまま行ったらバレるけど。潜水。いや、無理でしょ。潜水して近づこう。え、こんなちっちゃいところにこんなにできる。潜水。ちょっとハンドガンで。ここに武器ケースがあるぞ。入った。うん。面白い銃だな。オッケー。あった。まずはスキルポイント。で、資料あった。武器ケース？うん。あったあった。ちょっと装備なんかいじれるかな。これは使えるな。ACR の角間が欲しいんだけど、ないや。結構近くに重要情報あるもんだな。これは、移動してる副官だな。ビーチで行くか。もう移動してない、ね。OK。あ、これ前座席もあるんだ。ちゃんとこれ4人座れるようになってんだね。そうなんだ。ちょっと持ちてみる。おお、待て、ユニアットのヘリだ。あれ、ストップ。ここおお、怖い。あのヘリ怖えな。あ、行った。ガソリン取る。50かよ、しょぼ。敵いないね。で、水がきれい。まあ、ほんとなんかリゾート地って感じのマップ。まあ、作られた リゾート地だけど。まあ。人かな？人じゃない、資料だ。物か、楽だな。さて武器は、よし、確認。あ、そんなにないと思ったらある。パーツケース4つもある。武器も3つ。今現在地ここか。あの、遠いな、次の情報とか。うん、ここ取りに行こう。まずショットガン。ちょっと移動こう。そこ。ジャブリコイさん、こんばんは。はい、こんばんは。ヘリ呼ぼう。うん。パック係に乗り物を頼む。え？ヘリコプター。ん？待てよ。ああ、なんか近くに情報があると思ったら、これオホロ地方か。この武器のとこ着いた。え、もう着いた。着いた。待て、すぐ着く。ああ、カルテルいるよ。はい。基準です。あ、ここか。おお。こっちに降りよう。あ、絶好のキルスポットだ。反乱軍にエリアの偵察を要請した。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。こいつやっちゃおうかな。はい。で、こいつもやっちゃおう。
ントを排除。あと監視とこっからもう一人やれそう。 OK、うん、これこの高さパラシュート開いても死ぬな。クタロ、あーっと危ない。OK。 あの敵全然気づいてないや。はい、回収。待て、武器ケースがある。楽。いいな、このショットガンは役に立つかもな。 SASG。これスペツナズのオペレーター持つやつだったっけかな。ロシア武器、ロシア武器なのか。じゃあここちょうどそのアグアベルデ地方のなんだコブの部分というか出っ張った部分だから、あのファストトラベルできる地点が俺なぜかもう一つあるんだよね。だからキャラクターでファストトラベルしてもらっていい？ああ、そうする。で、すぐ近くに情報と副官がセット、うん、あ、近いな、徒歩でも行ける。カルテル、もう赤いだね。ドローン準備完了。ユニダットがいないところは良い。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。殲滅じゃ。ちょっとぼやけてんな。副官いた。情報をよこせ。OK、ボーナスメダル。バキ。OK、回収しちゃおう。クソ簡単だったんだけど。広告にカルテルのリゾートの場所が書かれてる。ザルタだ、カルテル。そこを攻撃すれば、カルジータのビジネスを潰せるはずだ。んで、オッケー。ショートバレル、武器、ストーリーミッションのとこちょうど武器もあっていいじゃん。角曲がる。そうだね。ちょっとヘリあるからさ、もう一回デルタに戻るか。うん？ああ、オッケー。うん。俺が操縦。まずストーリーミッション近くの重要情報回収。あれ何これ、パークゴルフ場。おお、パークゴルフじゃ普通にゴルフだろこれ。あ、そうパークじゃないわ、普通にゴルフだわ。何がパーク。何ここ、そこんなところがボリビアに。カルテルはいるけど。あれが見えるか。豪華なリゾートだな。カルテルのリゾートだな。ここにいる金持ちどもをビビらせて。いた。カルジータをアグアベルデに引きずり戻す。豪邸だ。すげえ。おお。敵いんのかな。見てみよう。あ、いるね。けどは全然いない。反乱軍にエリアの偵察を要する。どう死ぬわけこの高さから。いや、ちょっと今ね、車内輪差に引かれちゃったから。車に引かれたの。うん、ちょっとまさか後ろタイヤに巻き込まれるとは思わなかった。ああ、まだ情報付近なんもない。あ、あ、いや、副官がいた。何か情報をよこせ。じゃあ情報もらっちゃおう。話してやるから。カルテルの輸送機を破壊すれば仕事が楽になる。フットの使わりに盗んで反乱軍に渡すってのはどうだ。助手の居場所が分かった。助手。ボーマンはそいつをやればカルジータをおびき出せると考えてる。行くぞ。あれ、この人死んでるのにアイコンがついてる。まあいいや。はあ、よし、ストーリーミッション行ってみよう。そろそろカルジータのリゾートを潰すわよ。全力でやってちょうだい。
リゾート潰すぞ。潰すぞ。ゲストに被害はなしで。面倒。潰すというか欲しいな、そのリゾート。くれてもいいんだぜ。こんなね、南国にありそうな木ばっかり生えて。もうリゾートだわ。おお、超リゾートだ。駐車場？待って待って、偵察しよう。ドローンは展開、うん、あ、電波障害。信号邪魔してる。ドローンがジャミングされてる。くそ、こういう時は双眼鏡。また敵だ。敵グループが見える。この敵お二人さんやれるな。やっちゃおう。悪党が一人減った。うん、まあ駐車場行くか、とりあえず。うん、3人目を発見。間違いなくここだな。リップを脅してカルチータを呼び戻すエリア。守る、ね、守る勲章はなしだな。民間人は撃つなよ。謎。何を。側面に注意しろ。いい加減ここがヤバいって理解したんじゃないか。もう少しだ。車両破壊 HTI です。バツン。なんかスキルポイントある。ちょっと今のうちに地雷を。地雷をセットする。360度どっから来るか分かんないよ。あんな高いところに邪魔置いてあんの。地雷をセットする。少し待ってくれ。とりあえず2個で。柔らかいよその車。HTI 最強。ああ、側面からも来てる。おん、どこだ。もう終わりそうだけど。あ、ま、時間伸びたし。何それ。あれ、ああ待って、円に敵入ってる。反乱軍の無線機の位置が分かった。復旧させてメッセージを発信してやる。あれ、あ、後ろ。シカリオ同士のやり取りが耳障りだよな。こいつで妨害できるぞ。通信施設の場所だ。VIP とエリアを守れ。しまった、失血した。あー、地雷にかかってる。で、また萌えが接近してる。こっちか。どこだ。お、ヘリ来てるぞ。え、嘘でしょ。 HTI の番です。はい。いや、歩兵よりヘリの方が楽っていう。うん、普通逆なんだけどな。あ、また車両接近中。地雷がもう一個残ってるから無視だ。引っかかるか。引っかかると思うな、カルテルだし。来い来い、来るでしょ来るでしょ。何してんの。ナメプ。面白いわ。もう十分打撃を与えたようだ。上りのゲストをチェックアウトするだろう。銃の乱射を見たら普通はそうするよな。よし、なんか一人残ってるんだけど、これ。なんかいるね。ん？あ、いた。引っかかってた。よし。で、このまま重要情報の方行ったらちょうど武器がある。ああ、これか。あ、拡張。あれ、車両来てるけど。は？本当だ。いいな、この家。住みたい。見ろ、武器ケースだ。3人
ケット。さて、お次だけど、あー、オッケー、 AB 地点行こう。ん？ヘリかそれ。ヘリ。おお。全然当たってないけど。マジで当たんねえんだよ。え、射程距離外じゃね？修行が足りないな。はあ。あ、民間人。早くそのヘリ下ろして乗っけてくれ。そいつ当たんないんだよ。よいしょ。はい。エビ地点行こう。カルテルのくせに随分部隊送ってくんな。ほんとだ。何もいねえね。いないのかな。あ、いるわ。あ、いる。隊長をマーク。あ、いた。二人目のターゲット発見。オッケー。ん？あれってか、あれ。あ、売ってるのね。あ。はい。もう下ろして。あ、これだけ。よいしょ。いるじゃん、お前。まだいるぞ。いるじゃん、お前。よいしょ。その機銃だけでは限界があると思うんだけど。いやいや、それユニカスいるんだけど。カルテルが所有してるカジノが分かった。そこが戦場に変わったらカルジータはいつまで耐えられるんだろうか。すぐそこに武器ある。武器、うんと、あ、オッケー。おっと、ユニタット。あ、いただいちゃおう。ほら、撃てユニダットは注意な。よしよしよし、一人ずつ。いいぞいいぞいいぞ。いや、でもユニダットかな。あいつ当たんねえ。違う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 。ここ攻撃できない席だった。でユニダットのヘリ来てるぞ。もう降りて隠れた方がいいんじゃない。本当だ。いい場所がある。いい場所かな。出てってる。おお、待て待て。できるじゃん。あ、あれ？あれ、ちょっと待って。動かなくなったんだけど。動かなくなったんだけど。ノマド。ちょっと待って、ノマド動かなくなったんだけど。じゃあ俺がインドを渡したい。準備できた。え、動かない動かない。え、もう準備完了。え、何これ。ああ、よし、これでいいだろう。わざわざそれで。あ、動いた動いた。オッケー。不動の男になったんだけど、突然。よし、アリシアの町。お、これいるよな、いるよ、うん、バギ。もうさっきヘリで撃ったおかげでほとんどいない。あれ、このヘリは、あ、でもミサイル、あ、ミサイル、いや違うわ、どっちもミニガンだな。あ、残念。早いとこ武器回収しちゃおう。ちょっとユニだって俺ついてるけど。女子との遭遇に備える。極力目立たず確実に仕留めるぞ。よし、回収回収。よし、いいな。あ、 UMP っぽい、うん、次のパーツ。アルファのとこ、どう。そうだね、アルファファストトラベルしようか。ちょっと追跡されてる。追跡されてる。なんかここの地方さ、ほとんど湖、もしかしてなのか。めんどいからヘリで行く。
追跡切れた、あ、切れた。よし。ん？あれ？なんでまた追跡されてんの？切れた。ユニだっていっぱい来てるぞ。オッケー。